どうもこんにちは、ヘトです。ポケモン対戦やっていきます。うん、野生のクルトンが現れた。ここに現れるは野生クルトン。さあ、クルトンをやっつけていこう。こいつ、ドラゴン統一やってやがるな。さては。さては、ドラゴン統一だな、貴様。許さんぞ。ぶっちめていくか。ぶっちめてやりたいぜ、あいつを。とては全員に抜群を取れる罪。2番手はおそらく全員から半減で受けられるヒードラン。そしてラス1はつい高くガチグマでいこうか。ドラゴン統一って無効にしてやるかな。許さへんで。さあ、それではクルトンさん対戦よろしくお願いします。クルトン可愛いな。しかも女の子かよ。ヌメルゴンバーサスツッツミー。これは振り対面。はっきり言って。さあ、引くしかなかろうなのだ。ドランバック。あのヌメルゴンは何を持っていますか？ドランを投げていく。ラスか、半分、4分の1。オッケー。大丈夫。2ミリしか食らわない。さあ、ここは浮いてるのが5万だね。とりあえずマグフト当てられたら、アドが取れる。マグストを当てたーい。引っ込める。ヌメルゴン、ラスターかな。水技、波乗り系は、あれ波乗りじゃない。なんだっけ、波乗りは持っていない。マグフト当たるー。えらい。強すぎるぜ。スープに閉じ込める。ボップル。なんか他全体的に、600毒は純伝説なのに、なんでこいつだけ当たり前のようにいるんだ。当たり前のように君は出てくるんだ。してくんの。タルプルって何してくんの。昔あったことあんな。なんか一生リサイクルか。あいつリサイクルしてくるやつか。であればマグマトム勇気の当たる。えらい。でかいぜ。さあ何をする。くせい。ふむ。お盆。え、めっちゃ。ふむ。宿りぎ。腹立つなぁ。腹立つなぁ、あいつ。え、与えたダメージより削られた部分の方が大きいじゃん。もう、まあいいでしょう。ここは一旦ドラインバック。みーん。さあ、行ってる。あー、お盆の実をね。なるほどね。収穫の介護かやん。で、ここで、一旦、ガチグマにを着地させてみよう。積み戻る。積み対面で君は何をしますか？うそーん。テラスタル持ってんの？何作るの？ネハ？おっと。レーテラ。なるほど。レーテラで？呪い積むってか。違う。何受かるよって鼻から。配給されとる。この俺としたことが。なんとしてもあいつをぶっ倒して、アースクエイク。抜け入る？落ちるじゃん。ラッキー。強し。これがクマの強さ。This is there! えい。これ撃破。あとは、もっと強い奴らを倒せばいいだけ。レジドラゴン。これはまずい。ここはいかんともしがたい。テラスタルや。ガチグマ。ゲイガチグマ。テラスタル。群技でぶっちぎれ。すごいな。よし。そうだよね。レジドラゴンなんてできることないもん。へい。どうしていくぜ。あ、ミスったか、ここ。なるほどな。ちょっと身代わりさせてよかったか。どうせドラゴンを倒してくるんだから。ちょっと耐える？アースクイック。ラスカ。一発ぐらい耐えたりしない？抜群でも。おっしゃい！ I am a perfect human。さあ、皆さん、野生のクルトンはこうやって倒しましょう。ガッチャ。楽しいデュエルだったぜ。
フルトンさん、対戦ありがとうございました。あやとチャンネル。さあ、それでは2回戦目をやっていきましょう。お相手、2回戦目っていうか、まあ、変わらずね、クルトンさんからのリベンジマッチを受け付けております。こちらでは。我々はね。さあ、神を出していこうか。と、マリルリー。いや、これ違うな。で、ドライアン。で、ガチグマの刺さりがめっちゃいい。思ったよりも、罪は通らない。なぜなら、ヌメルコンがいるから。これでいこうか。こっちの方がね、ええよ。多分。クルトン狩りじゃ。さあ、かかってこい、クルトン。この俺が、ぶってみてやるぜ。さあ、お相手初手は、ガブリアス。ガブリアス。主人公。ポケモン界の主人公。君は何をしてきますか？舐めていいかな？投げつける。舐めやがって。動けよ。うわもうやりたい放題できちゃうよ、もうこれは。ゼロとか。どう捨てるかよ。オッケー、はいはい。ポコ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 。いやいや、かまんかまん。いちいち持っていくことが大事。ここはね。よし、えらいえらい。まだステロ巻かれただけね。全然慌てるようなことじゃない。大丈夫。あ、電気玉投げつけるか。なるほどね。ガブリアス、600億をそんな使い方をするのか。さあ、2体目はボーマンだ。で、威嚇が入る。何言ってくる？ダブルウィングとかだと思うんだよな。いけるかな。いやー、こんな、来ちゃうか。じゃれ。鉄壁。ほう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 。なるほどね。鉄壁。あ、これが、鉄壁の、むや。あ、でもさ、もう一回、鉄壁積むでしょ。な、そうだよね。わかるわかる。あとは、こっちが動くかどうかだけ、気にすることは。よーし、動いた。じゃあこっちの方が上や。からこの腰見せるなよ。鉄壁ネズミと腹太鼓だったらどっちが強いでしょうか、教えてください。動けよ、マリオリ。こんなに可愛いんだから、こんなに可愛いんだから動いてくれるはず。俺は信じてる。Believe to me! Believe to me! ゴテラ。なんでみんなゴテラ？さっきのパルプルもゴテラだった。え、ゴテラ好きだの例えば。いや、もう、ほんとそれくだらないって。ほんとにくだらないんだなぁ。おぉ。まあ、ひるみ戦法め。だが、しかし。もう、ほんと何回目だよ、お前。ほんと、いい加減にせえて。うっ。もうやる気ない。真面目に戦え。この、卑怯者め。動け。もうほん、と思った。こっちに来ないじゃん、全然。何回動かさせるね、こいつに。次こそ動けよ。お前、ほんといい加減にせよ。鉄壁6積みの傲慢なんて見たことないからね、ほんとに。もうほんと、もう、わかったって。何歩ほどエースを下げたいの、ね、ドラゴンはちょっと岩技しかないのかよ、その作は。ね、承知の助。キドラ。鉄壁は関係ないから、まあ、マグスト当たるかどうかだね。なんで、こんな遅い？遅くない？
それはいくらなんでも。ドラって、トガルー。あー、ドラテステロ戦法ね。はい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 。承知しました。ってことは、鉄壁、あと1なんだ。ドイツなんだろう、ドラテだろう、まあ、あ、ますね、あー、なるほどね、はい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 、了解しました。た、まずいね、あのボマンダは、ボマ、ガンプー、一生ガンプー面、表示神面、ドラテだな。裏手で下げる、天才学者はひらめいた、理解した、理解したよ、完全に。あとはここでハートテラス切っちゃいいんだろ、ハートテラス切ってマグス取ってりゃいいんだ、これでいいんやろ。答え。ドラって食らわなきゃいいね。ガチグマをちょっと前に出させるのはしんどいから。こうすりゃいいんやろ。あっ、ねえ、偉い。偉すぎるんだよな。すぎるぜ、はっきり言って。ドラゴンテール食らわない。羽休めされたとしても引いたとしても褒める、ドラパリュと彼は何をしてくるんだい、一体マグマスとも当たらない、え、こうか、一旦引いちゃおうか、ここだな、引くなら、いやー、そっか、捨てらんのか、捨てらんのか、いや、オッケー、早く、まだいける。まだ慌てるような時間じゃない。何をしてくるの？ゴーストダイブ。おっ、ラッキー！ラッキーゴーストダイブ！私、ノーマルタイプだっちゃ。であれば、下からじゃれつく。ゴーストダイブ！ No, I'm not! オッケー！よし、落ちた。タスキじゃない。なんだ？お？変わり系ではないだろう、だいぶ入れてるってことは。不明。不明ような立ち。傲慢だ。ガンプードラテ男が、この私に勝てるかな。でも、アースクリーク。さあ、アースクリークと、あ、この休めの打ち合い。こんな耐久で、僕の自信、お、全然受かってんじゃん。よっ。こんな硬いの傲慢だって。怪しくね、それ。マグマストームを一発で当ててさえくれれば問題ないが。いかがですか？鉄壁。まずいね、それ結構。で、これで羽か。何回？いや、結構まずいな。結果、チグマ。アクアジェット。あって。目安目。ちょっと何回したか全然覚えてない。3回目か4回目だよ、これでも。いてっぺき。もう、ペロを踏み合う余裕はない。目安目を枯らすことを先決にしよう。いやー、全然ドラゴン統一じゃないじゃん。ゴーストテラスしちゃったら。これは、ドラゴン統一と呼べるのかい、フッパン君。君は、それでいいのかい、って。鉄壁。急所、急所、フォーマーこれか。次でいいよ。次急所でいいよ。まだ間に合う。
次のガンプは多分耐える。アースクエイク集中しろよ。ヘイ、ここで決めろ。アースクエイク、あーもうダメか。ふむふむ。じゃああとはこれをちょっと耐えるのね。ここ回復しときたいよね。ガンプ落としてくる。ね、ドラゴンテールか。お寺。ふむふむ。頑張れよヒードラン。まずはマグマストームを当ててみなさい。いきます。どういう感じ。あっ2発ラインぐらいだ。 あと2発ぐらい足りない。あっ止まってる。ケリー、あー勝ったー。ウィナー。皆さん見ましたか、フルトンの怪し方。こうやって倒してください、フルトンは。まあまあまあ、いい勝負だったでしょう。頑張ったよ。よく頑張った。あ、まだあれか。まだあれがあるのか。じゃあ、テラバが最大だってんだね。ちょっともうマグマストーンは怖くて打てないから、テラバスト打ってこう。跳ね休め。うん、これた。結局ずっと跳ね休めしてたとしてもさ、これくらい入るよ。受からなくなるね。オッケー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 。じゃあ一回殴らなきゃいけなくなるから、どっかで殴らなきゃいけなくなる。君はもう面中安定しか打たんよ。一発でも羽をかいた瞬間君の負けだ。無邪落ちん。勝ちました。 I am winner。 やっちゃ楽しいデュエルだったぜ。オールマンだ。あれこれがついてるね。これ倒した。これ誰だった。ガブだもんね。そうだよね。オッケーオッケー、ウィナー。あやとチャンネル、クルトン君お疲れ様でした。お疲れ様でした。野生のクルトンに出会った時はちょっとびっくりしたよ。俺もまさかね、こんなランクマでもなんでもない普通の通信対戦でクルトンに出会うとはさ。ねえ、なかなかないよね。まさか合言葉8810ハヤトで揃うとはさ。もう本当に宝くじが当たった気分だよ。本当だよ、本当にいい加減にしてほしいよ。こっちのセリフだ。何あのドラゴン統一舐めとんかお前。お前、お前あんな対策しといて何を言う。何フェアリーテラスヒードなんて。何なん。次の動画のあれなんだっけ、トップガンにしようかなと思って作ったんだよね。おー、あ、たまたまだったんだね。そうだよ、チョッキヒードラン、チョッキヒードランとで通常のガチグマ使おうと思ったら、その隣にまだ動画にしてないフェアリーテラスガチグマと、うんうん、あとなんだっけ、フェアリータイプのまだ動画にしてないマリルリがいたから、そろそろ今日クルトンにドラゴンにあやタイトルだなと思って、たまたまそれ試運転してみたの。ああ、なるほどね、なるほどね。そしたら野生のクルトンに出会ってさ、びっくりするね、ほんまに。まさかドンピシャで当たるとは。ドラゴンどうだった。ドラゴン統一初めて、統一パー。ああ、ちゃんと作るのは初めてだね。え、これガチガチに対策されてなきゃ強くね。どう、めっちゃ良かった。2002勝。勝率 100%。 初めてだわ、勝率 100% って。あ、悔しいな。本当に、いや本当にグッとこれよ。グッとこれよ。負けたの。負けたの。あれ、なんであれ、何、あのシャドウダイブ。ああ、シャドウダイブ、あれさ、シャドウダイブ以外のまともなゴースト技覚えないんだよね、ドラパルトって。物理ゴースト技じゃなくて、なんでゴースト技を打ったの。あと選択した4つ技がある中でね、ハチマキなんだけど、まずこれを前提に、これを前提にまずね、はいはい、ダブルアローじゃん、ダブルアローじゃん、なんだけど、ドラゴンアローじゃん、サイコファング、トンボ返りでゴッドダイブなのね。トンボ返りは仮にそっちが交代じゃなかった時にマグマストームでボーマンナが倒されるからダメ、サイコファングは落ちない、ゴッドダイブしかないと思って。裏のガチグマ見てたよね。見てた見てた。ガチグマは見てからボーマンナに引こうと思って。まさかそこで交代されるとは。そう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 。うますぎだろ。そう。俺全く分かんないけど、なんだろう、初手じゃないから、まあ壁じゃないんだろうなと思っても。うんうんうん。うん。
ゴーストダイブを打つってことはこだわってはないのかなと思って。こだわりだよ、バッチバチに弱本当に嫌なんだ俺あいつシャドウクロウすら覚えないんだよ。どうなってんねん。影打ちでいいじゃん。影打ちね。影打ちか。影打ち覚えるでしょ。僕の記憶が正しければ覚えない。マジか。うん、確か。じゃあダメだな。じゃあゴースト技切ればいいじゃん。ねえ、それはある。あいつのゴースト技ほんとお飾りだからさ。チモキだってシャドウダイブ弱いでしょ。弱い。ほんとに弱い。鋼の翼にしてやろうかなみたいな。あれ、威力60とかでしょ ?40 だっけ。いや、ほんとはドラゴンテラス。クルトンが一番良かった。なんだかんだクルトン。たまたまフェアリーテラスいっぱい入れてたら、だけのパーティーで勝ってたもん。そんなパーティーいるかほんま。で、これちょっと面白いね。今度俺も統一パー作ろうかな。統一パーミラーする。ああ、しよう。なんか、統一、タイプドラフト。ああ、面白そうだね。タイプドラフトして、うんうんうん、その5個とか5個、5個なら5個とか、5個なら、ドラフトで選び合って、で、その5個が複合内にない。でも使えない。なるほどね。なるほどね。で、ちょっと面白そう。そうか。なんかいつかの動画のテロップで次 V ズパでハヤトのことやっつけてやるって言ってたから。うん。V ズ作んの。V ズ作ろうかな。痛い目見してやる。全国のあの時のね、君の発言はね、全国の V ズファンをね、敵に回したからね。さあ V ズ、V ズが好きなみんな、束になってかかってこい。この俺が駆逐してやる。俺先方な。V ズパ筆頭。V ズ、あ、なるほどね。V ズはでも確かにね、統一スーパーなのに、あれだよね。タイプ統一してないから、弱いよね。失礼に失礼を重ねるな。謝りなさい。とにかく弱い、V ズ。本当に何がしてるか分かんない。だってさ、まともに戦えるのさ、サンダースと、水と、ニンフィアぐらいでしょ。あとだって、ウゾウムゾウじゃん。愛なんだって。愛か。わかるか。で、ゴーストと鋼がいれば強いと思う。あー、確かに。でも今だって残りがウゾウムゾウしかないじゃん。キ、サ、エスパー。あ、ブラッキーとかいいのか。ブラッキーとか。エフィーは強いね。あ、そう考えるとザコが1体出なきゃいけないだけで、1体その1体なかったことにすれば。まあ戦えるな、戦えるな。5体だけの動画今度出ると思うんだけど。5体縛りで、まあ、5体縛りのつもりでやったわけじゃないんだけど、それいいね。5体だと思えば。でも弱いけど。いや負けた時なんて言うかちゃんと考えときなよ。やっつけてやるからな。ボツにするから。力。まあ面白かった。ちょっとこれまたやろうよ。またやろう。VS クルトン。それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。それでは、See you!